俺は過去にこのイエス様の話をしてったり、神様の話をしていく中で、こういう人に出会ったことがあるんですよ。こういうことを言ってました。そのクリスチャンたちは、そのサタン、悪く言うけど、ね。けど実際は、そのサタンは神様に対抗して素晴らしいことをしたって。すごいヒーロー的存在だっていうことを、そっちの視点っていうか、そういう目線で話してくれた人がいたんですね、過去に。クリスチャンと、まあ、サタニストまでは言わないけど、まあ神様を信頼してない人の違いは、その視点の違いだって、観点の違いだっていう人たちがいたんだよね、過去に。で、うわ、なるほどな、みたいな。別に全然納得するわけじゃないんだけど、そう見るんや、みたいな。でも結果わかってるやん、とか思っちゃったけど、で、その、サタン、その神様に対抗したサタンをヒーロー視する、動きっていうのは、本当世の中もまさにその通りで、最近すごい話題になってるカートゥーンっていうかアニメがあるんですよ。アマゾンプライムがね、流してるものなんですけど、名前が Has Been Hotel っていうカートゥーンなんでね、すごいもう全ての設定がなんかもう地獄の中みたいな感じの設定で、すごいめちゃくちゃなんだけど、その新しいエピソードの、その CM っていうかな、広告っていうのかな、それがすごい、なんか聖書風なんだけど、中身は全然違う。まさに最初に紹介したこのサタンをヒーロー的な存在として、その視点で見るっていう感じで、描いている映像なんですね。そしてカートゥーンなんですね。で、そのコマーシャルっていうか、その広告映像っていうのをちょっと字幕つけたので、見てみてください。クリスチャンとして、あ、そういう見方もあるんだっていう、このハッとさせられるような感覚。もちろんそれはすごい悪魔的だし、良くないことなんだけど、でもそれがすごい今世の中で流行ってきていて、それがこういうカートゥーンとかを通して子供たちにも、浸透してるっていうことをぜひ知ってもらおうと思って、ちょっとこの映像を見てみてください。2分ぐらいです。どうぞ。Once upon a time, there was a glowing city protected by golden gates known as Heaven. It was ruled by beings of pure light, angels that worshipped good and shielded all from evil. Lucifer was one of these angels. He was a dreamer with fantastical ideas for all of creation, but he was seen as a troublemaker by the elders of Heaven, for they felt his way of thinking was dangerous to the order of their world. So he watched as the angels began to expand the universe in their ways. From the dust of earth, they created Adam and Lilith, equals as the first of mankind. But despite this, Adam demanded control, and Lilith refused to submit to his will. She fled the garden. Drawn in by her fierce independence, Lucifer found her, and the two rebellious dreamers fell deeply in love. Together, they wished to share the magic of free will with humanity, offering the fruit of knowledge to Adam's new bride, Eve, who gladly accepted. But this gift came with a curse, for with this single act of disobedience, evil finally found its way into Earth. With it, a new realm of darkness and sin, and the order Heaven had worked to maintain, was shattered. As punishment for their reckless act, Heaven cast Lucifer and his love into the dark pit he had created, never allowing him to see the good that came from humanity. Only the cruel and the wicked. Ashamed, Lucifer lost his will to dream. But Lilith thrived, empowering demonkind with her voice and her songs. And as the numbers of hell grew, so did its power. はい。もう、めっちゃ聖書風やんな。だけど、どっちかっていうと天国や、イエス様とか神様とは言わないんだけど、この天国の長老とか、生き物、天使とかを、すごいつまんない、この支配してくるような存在として描いている。で、それに立ち向かった、このアダムとエバではなくて、このアダムとリリス。だけど、このリリスは、アダムに支配されたくないから、逃げて、で、この天国から追い出された悪魔と一緒になってみたいな、そういう物語なんですよ。そういう設定なんですよ。で、なんかそれだけを見せられたら、きっとなんか今の社会だと余計、
ああ確かにみたいな、この支配するのを、支配されるのを逃れて、その自分の世界というか自由をもたらしたんだっていう、まあ、これは偽りの自由で本物の自由ではないんだけど、そういうこう錯覚にこの囚わされてしまうというか、この考えがすごい、これがね出てきてるんですよね、数日前に。これはさっきも言ったけど、もちろんこのオリジナルのストーリーを知らないと、あ本当にこういうストーリーなんだみたいになってしまうこともあるじゃんね。今の世の中はやっぱりこういろんな場面でこの聖書を悪く出してきたり、聖書を誤解して全然違う意味で持ってきたりすることとかもすごい多いから、やっぱりこのオリジナルな話、聖書そのままのストーリーを理解するのがすごい大事だと思いました。それを知らないと何が違くて何がこうねじ曲げられてるかっていうのも分からなくなってしまう。で結局それがカルトさね、そのオリジナル、聖書のオリジナルを知らないからちょっと付け加えられたりねじ曲げられたりしてしまってる、こういう他のものにこう惑わされててしまう。だからオリジナルを知るっていうことがすごい大事だと思いました。聖書のね、すごい罪深いこの世の中のな、この世の中でこの地獄がとても楽しい場所のように映されることが増えてきてるっていうのも間違いない。まさにこのカートゥーンのように、この地獄の中では普通の生活があって、普通のパーティーライフがあって、この世で犯し続けてきたこの罪を地獄でも楽しむことができるかのような錯覚がすごい今サタンが持ってきてるなっていうことを思うんですよね。だからこの神様を嫌いな人々はこの自信持って確信持って、いや天国に行くぐらいなら地獄に行った方がマシだっていう人たちがいるさね。実際こういうことなんですよ。地獄はすごい楽しい、罪を犯し続けることのできる楽しい場所、本当にパーティーだみたいなこの錯覚が本当に流行ってるから、なんかそれに本当に騙されて、だったら全然悔い改めて天国行くより地獄で普通に楽しんだ方がいいみたいな、この世の中とこの世と同じ生活していきたいって思う人がいるわけ。でも実際どうか分かりますか、みんな。本当にこんなことも言うの嫌だけど、地獄っていうところは本当に俺らが想像もできないような、場所であって、すごい本物である、冗談じゃない、本当にこの地獄、そして神様の裁きを冗談のように扱ってしまったら本当にとんでもない結末が来るっていうこと、それを俺ら本当覚えとかないといけないと思います。そしてなんか、世の中のために心配になるっていうか、今世の中は地獄を冗談として、まあ実際あったとしても楽しい場所だろうとかいろいろ言ってるけど、いや本当にもうその時が来てしまったら、本当にイエス様の十字架を受け取らず、イエス様を信じないで裁きに立ってしまったら、もう冗談ではなくなる。そしてもうそこから戻ることができないっていう、本当にすごい鋭いきついこと言ってるかもしれないけど、でも聖書がそう言ってるんですよね。だからそれをすごい危険に思いましたね。決して Hell 地獄は楽しいところでも栄光に満ちた場所でもなく、本当に俺らがこのちっちゃい脳みそじゃ理解できるような場所ではないし、言葉なんかでは説明できることができないとこ。でも俺らがそこで裁きに合わないためにイエス様が十字架にかかった。でそのイエス様の皆を信じることによって、もうそこには行かなくて済む。むしろ真逆の本当に神様の臨在で溢れた永遠の天国に入ることができる。地獄のストーリーで終わってないんですよ、聖書は。本当に真逆、さっき言った地獄はもう言葉じゃ説明できないし、脳みそじゃ理解できないって。でも天国もまさにそうなんですよ、全く同じ。言葉じゃ説明できないぐらい美しくて平安で愛に満ちた場所であって、それは俺らはまだ知りきれない場所、聖書ですら説明しきれていない。やっぱり俺らはまだこの天国の素晴らしさを知りきれてない。これが俺らの望み。だから俺らはクリスチャンはこの天国に望みを置くんですよ。この世の中はなんていうかな、一時的であって、俺らはこの世では希留者、旅人である。で俺らは天に向かってる。でその天は俺らにとって何かって言ったら、ホーム、もう故郷だから、俺らの国籍は天にあるっていう、これが希望なんですよ。これが本当に
喜びっていうか楽しみだし、決して曖昧な場所ではない。天国と地獄は本当に現実的で、そこに実際こう臨死体験とかで行って帰ってくる人もいるけど、彼らは本当にその場所を言葉で説明することはできない。それは天国を見た人も地獄を見た人もどっちもそう。みんなカメラの前でこうインタビューされるさね、どういう場所でしたかって言葉に詰まる。頑張って言葉を探すけど見つからない。天国で言うとそれはもう美しすぎるから、もう平安すぎるから、もう愛すぎるから。けど逆は逆なんです。地獄は逆なんですよね。そのだから今本当にこうやっていろんなね、アニメとかカートゥーンとかいろんな、それこそねこの前も話題に出たリルナセックスのミュージックビデオや音楽とかでもこの地獄崇拝とか悪魔崇拝とかってね、トレンドになってきてるけど、それは冗談じゃないし、すごいシリアスなこと。だから本当に俺ら気をつけていかないといけないです。本当にこのイエス様の許しをもらって、もう自分は本当に救われてるんだっていう確信を持って歩んでいくのがすごい大事だし、本当に喜びをもたらせる、もう喜びをもたらしてくれると思いますっていうことをね、少し話していきました。これからもさらにさらに増えていくと思います、この、地獄崇拝、悪魔崇拝。俺らはそんなのに誇張を罰されることなく、本当にイエス様だけを見て、歩んでいきましょう。感謝します、みんな見てくれてありがとう。 Thank you so much for watching guys. God bless you everyone, and I'll see you in the next video. Ciao, ciao.